客観的に見れば、男は姿を隠していたにもかかわらず、なぜかネクサス社に勤めていると君に話した。大きな矛盾だ。はい。俺は何らかの理由で、彼が見つけてもらいたがっているのではないか、そう考えた。だがそうじゃない。彼を見つけたがっている意志を、彼の意志と勘違いしてしまったということだ。わからないわ。どういうことなの？だから、俺は騙されたってことだ。迂闊にもな。誰に？君に。そういうことだ。芝居はそろそろ終わりにしようか。あなた、おかしくなったんだわ。そう思うかい？私があなたをどう騙すというのよ。俊一さんはネクサスにいたじゃない。偽名を使って。そうだな。私は必死に探していたのよ、俊一さんを。それが嘘だというの？いや、それは本当だろう。君は満に俊一を探していた。本気でね。ただし、寂しさに打ち震える哀れな妻としてではない。ただ言ってるのは夢物語だわ。凄腕の探偵が聞いて呆れるわ。最近の夫婦の間じゃ、指輪に相手の名前を彫って送るのが流行ってるらしい。それがどうしたのよ？別室で殺されていた女の左手薬指には指輪がしてあった。確証はない。だが指輪を調べてみる価値はありそうじゃないか。そんなことありえないわ。自信を持ってそう言えるかな。今から死体のところへ行こうか。顔が青いぜ。自分の潔白を証明してみないか。あの殺された女が本当の満に真由美であるはずがないと。そういいわ。もう時間の節約をしていただいてありがたい。いつから気づいてたの？最初からと言いたいが、疑い始めたのは周一の手記を読んでからだ。確信したのは指輪のエピソード？いや、そのちょっと前さ。俺は死んでるとしか伝えていないのに、君はなぜか人が殺されてるんですかと俺に聞いた。殺し屋に襲われたのよ。当然そう思うわ。ところがその後で君はまたもやミスをした。そんな女性私知りませんだそうだ。性別を誰がいつ言った？汚い手口だわ。褒め言葉と受け取っておこう。で、君は独身だろう。なぜそう思うの？被害者の指に結婚指輪はあったが、名前を彫ってあるかどうかまでは確証がなかった。だが君には効果十分だったからさ。俺はバツイチでね。人生経験の差が結果の差というところかな。だけど私はあなたを騙したというだけよ。そんなものは犯罪でも何でもないわ。君は頭がいいが利口じゃない。自分でどんどん墓穴を掘ってることに気づいていない。俺の推理はこうだ。違っていたら途中で訂正してくれ。満に秀一は確かに真由美と結婚していた。だが機械人形とやらの研究でネクサスをやめ、このため連中に追われていた。真由美とは結婚していたが、ある時真由美は敵の手に落ちてしまった。満にはそれと同時に姿を消す。この引き払った奴の家が何よりの証拠だ。おそらく真由美が拉致されていたのは、俺の勘ではネクサス総合病。近頃を騒がしてる精神病患者の脱走劇は拉致されていた真由美当人だったのかもしれない。であるならば本名を名乗れるはずもなく、だから己の名字を偽って探偵事務所をはしごしたわけさ。中途半端な名前はそのためだ。
なんとか三剣の行方を探そうとしたが、正確な情報も言えずに探偵事務所が取り合ってくれるわけがない。そうしている時に再び連中の手に落ちてしまった。結果真由美は教団に倒れてしまった。問題は中途半端な偽名を使ってはしごをしていた真由美の引き継ぎだった。引き継ぎ者はその偽名をそのまま使うしかない。真由美を殺した奴は真由美になりすまし、そのまま周一捜索を探偵事務所へ依頼する。三剣が見つかればそれでよし、さもなければ精神病患者のザレ事で済ますことも不可能じゃない。思い返せばいくらでも気づく要因があった。例えば幸せ探偵事務所へ行った時の真由美の服装が今の君と違う。君と初めて会った時、君は気の身気のままずっと旦那を探していたと言っていた。顔だけ疲労感が漂っていて、服が小ざっぱりというのも変な話だ。いや、もっと前にも手がかりはあった。アッシュから最初に電話があった時、真由美のことをロングヘアだと言っていた。その時に気づくべきだった。だが俺は見えない夫というより強い命題に目を奪われていた。まんまとしてやられたということさ。君の唯一の失策は真由美の存在感をアピールするためにわざわざ俺に三剣の手記を見せたことだ。言っておくけど、三剣真由美を殺したのは私じゃないわ。実行犯は別にいるというだけだろ。おたくらならありえるな。だが罪の重さは同じだぜ。三剣秀一が見つけられるなら腕がいい方がベターかと思ったけど、結果はワーストだったわ。すまんな。アイドラーの探偵がまさかここまでやるとはね。計算違いよ。で、ここまで俺が推理して訂正がないということは概ね正しいということかな。想像でそこまで考えるなんて天才を通り越して変人ね。クラス A というのはみんなそうなの？他の連中は知らんが、俺はまず最初に推理し仮説を立てる。その後で証拠を見つける。その仮説が間違ってるとは思わないの？思わんな。大した才能ね、阿行相馬。我々の邪魔はしない方がよくてよ。我々とは？ご想像にお任せするわ。深入りは命取りよ。一つ聞かせてくれ。さっきのゴリラ野郎は何者だ？深入りは命取りと言ったはずだわ。やつも同じものを狙っているのか？あなたが我々の仲間になるというなら話してもよろしくてよ。残念ながらそれはできんな。君にはこのまま俺と一緒に警察へ行ってもらう。さっきのクイックドローで脅すつもり？必要とあらばそうする。この家には爆弾が仕掛けられてるわ。私があと10分以内に外へ出なければここは爆破される。無条件で。お前も死ぬ？そうね、死にたくないからこれで終わりにしましょう。はったりはやめろよ。組織を甘く見ないことね。私の命など取るに足らないものだわ。この殺人事件は解決されたわ。実行犯は逃したものの、アウトフィットの悪名がまた一つ調書に書き加えられる。あなたは探偵としてこの事件に携わり解決し、あとを警察に委ねた。それだけでもすごい功績だと思わない？つまらん取引を持ちかけるな。どこまでも追うぜ。最初から不思議だったわ。ネクサスに何か恨みでもあるの？この名前を聞いた途端表情が変わったわ。深入りは命取りと俺からも言っておこうか。服を整えるわ。そっち向いてて。なあ、あのマウンテンゴリラ、恋人ってわけじゃなさそうだな。誰があんなの？
そのうち組織に殺されるといいわ。あの鳴き声だけは本気だったってわけか。今度そのこと言ったら殺すわ。すまんな。ミツルギの研究成果を見つけたら1億支払うわ。どう？俺の命が1億ってことか。高いんだか安いんだか。もう一度忠告しておくわ。深入りしないことね。みんな同じことを言うな。1億というのは本当よ。悪いが1億程度のはした金で俺の命を売るわけにはいかない。一つだけ聞かせてくれ。この歯車や鉄パイプは何なんだ。機械人形の檻よ。檻？私と来る気がない。すまんな。そう。君の名は？そうね、 G と呼んでちょうだい。 G か。そして誰もいなくなったか。まず警察へ通報し、アイドラー支部へ連絡、報告書を作って出来上がりだ。なんとも騒がしい夜だったぜ。いつの間にか2時間も経過している。ここを出ようぜ。どうやら爆弾ってのはハッタリだったらしいな。まあいい、また会う機会もあるだろう。あの女、まったく相変わらず俺の運は極悪らしいぜ。殺人とはな。あれ、玄関がロックされたぞ。開かない。どういうことだ。クソ、何か仕掛けがしてあったんだろうか。とにかく殺人事件だ。まず警察に通報して。私です、米村でございます。用事がございまして。あんたか。神出鬼没だな。しかもアップ。恐縮です。その拳銃を下ろしていただけますかな。どんな用事かを聞いてからだ。往来ゆえお気をつけください。警察が飛んでくるかもしれません。今は警察に飛んできてもらいたいところさ。ところで私は丸腰でございます。俺この通り。服を脱ぎましょうか。まあいいだろう。じいさんのヌードを見る趣味はない。ご配慮感謝いたします。阿行様の素行は大変失礼ながら遠くから拝見させていただいておりました。素行不良って結論が出なきゃいいが。とんでもございません。俺を張っていたということかい。はい。俺の素行調査か。じいさん、あんたも探偵かい。とんでもございません。私は主人に仕える単なる執事に過ぎません。主人とは？主人とは家の主でございます。誰が言葉の意味を聞いた。あんたの主人とは何者だ。三剣秀一様でございます。三剣の執事？なんだってそんな奴が俺に。
いにくと俺のとこは執事を雇える余裕がないんでね。就職活動なら他を当たってくれ。就職活動ではございません。阿行相馬様、あなた様にお願いがございます。お願い？あなた様はどちらの組織にも従属せず、ご自身一人の力で裏社会を渡っていらっしゃいます。とんでもない買いかぶりだ。いつも死ぬ一歩手前さ。余裕などありはしない。それこそ謙遜でございますな。世界最高の探偵という称号まで持っていらっしゃるあなた様が、どちらの組織にも従属しないのは、ここ数日の素行で十分に証明されました。で、それをわざわざ伝えに来たのかい？お嬢様をお預かりいただきたくお願い申し上げます。お嬢様？人違いだな。託児所にでも相談しな。この場合必要なのは託児所ではなく、裏社会に精通し生き延びることのできる能力を持ったお方です。この家の寄港場、深夜2時から2時半の30分間だけこの家の電子錠が解除されます。それが？その時この家の門を押せば中に入れましょう。お嬢様はお目覚めになっていらっしゃいます。目覚める？はい。例の機械人形か？仰せの通りで、依頼を受けていただくときはこの時刻にここへ来ていただければ。なぜ俺に？先ほども述べましたが、どの組織にも従属していらっしゃらないからでございます。俺のことを調べたなら知ってるだろ。そばに寄れば最悪が降りかかる。逆でございますな。阿行様ならお嬢様を守っていただけると信じております。あんたの信仰に俺が答える義務はない。ただでさえ事件が向こうから挨拶しに来る体質でね。これ以上厄介事は増やせない。残念でございます。阿行あやめ様ならお引き受けくださったのに。あやめ？残念でございます。おい、あやめがどうした？残念でございます。あやめとはいつ会ったんだ？残念でございます。わかった、人形程度なら預かってやる。事務所の端にでも置いておけば済むからな。ありがとうございます。私は主人を探しております。その間お嬢様をくれぐれもお守りください。守る？預かるではないのか？この場合同じ分位で。いや、100万メートルも離れてる。人形を持ってると何が起きる？大したことではございません。お嬢様を渡せと誰かに言われるくらいで。誰かとは誰だ？怖い人たちで。断れば？ナイフを喉元に当てられるだけで。それでも断れば？ざっくりと切られるだけで。死にそうになったら？では楽にしてやろうと言われるだけで。おいじいさん。何でございましょう？この野郎。阿行様以外の何者にもできません。これは疑いようのない真実でございます。あやめの話を聞いてから決める。綺麗なレディでございました。そんなことじゃない。いつあいつに会った？お会いしたのは半年ほど前になります。半年前か。俺の事務所を出たのは1年前。まだ生きていたか。